じゃあ着替えも済ませたし行くとしますか。絶対見つけたるで。はい、お願いします。撮影もしっかり終わらせましょう。うん、どっちも頑張る。この姿も今日が最後だなんて。涙をこらえながらヘリポートに向かおう。おぉ、スーツかっけぇ。イカスっす。あ、私として。よう、ななみ、今日が見納めだぜ。名残惜しいだろ。写真にでも収めておけよ。よし、みんな集まれ。はい、チーズ。にーこ、えへへ。取られねえじゃねえか。私のにーを返せよ。私のにーは貴重なんだよ。そうそう出てこねえにーなんだよ。大丈夫さ、ユッキーのにーは瞳の奥に。だからな。なんだよそれ。瞳の奥に録画なんてできねえわ。時間とともにふわっとした記憶になっていくし、そもそも私の方向いてなかったろ。また横須賀まで運んでもらいたい。はい、ではこれをどうぞ。よっしゃ、またロケ弁ゲット。最終日もこれで頑張れる。では行ってらっしゃいませ。よし、到着っと。今日の探索は倉庫だったよな。ああ、でも先に MV 撮影を済ませておいた方がいい。そっちもドーム住民のために大事なの、忘れないでほしいわ。もちろん。
次は何とんねん。定番中の定番、ダンスダンスダンス。スイッタワー。定番だけにいいものにしたいわよね。どうするの？君もパーティーにご招待って歌うぐらいだから、みんなではしゃぎまくればそれだけでオッケーよ。その後難敵に囲まれるがな。とりあえずまたユッキーに追いかけてもらおう。だったらみんな楽しくなって自然体ではしゃげるはずさ。待て、最後を決めろよ。またジャンプかよ。それはバンマスとして許さねえからな。はしゃぎまくるからジャンプはしちゃうかも。でも最後はキリッと立って決めるから大丈夫。本当だな。倒れたりしたら一生恨むからな。おお、怖っ。みんな決して倒れたりすんなよ。はい。ええー、で頑張る。わかったわ。じゃ、スタート。一夜かよもり。はい、こちら司令部七瀬です。今ダンスダンスダンスの終わり部分をドローンで撮影してみたんだ。わかりました。電子軍人手帳で見られるようすぐ手配します。ありがとう。よし、届いた。みんなで見ようぜ。おお。からなって言った。私のせいみたいになってる。スーツ姿で永遠と踊らせて悪かったよ。しばらく休んでくれよ。またってことはあれも報告になかったやつ？
そんな何匹も情報と違うことなんてあるんか。普通に考えればありえないな。だからそこには何かしら理由があるはずだ。だがそいつを調べる前にルカ、指示を頼む。まずは目の前のキャンサーだ。ああ、了解。総員戦闘態勢。
みんなお疲れ。ユッキー、何かわかりそう？私だけだとなんともだな。今回のことも報告して、判断は司令部に任せるとするよ。了解。それじゃあ撮影に戻ろう。残すは何？激しいのばかり撮り続けてきたから、最後に2曲ぐらいしっとりとしたのを撮っておきたいね。シーズレジェンドでしっとりとした曲って何や？過眠症は中でも BPM 遅めじゃない？その通り。あの曲だったらしっとりできる。カレンちゃんのスクリームは激しいけど。どんなコンセプトで撮るの？ひらひら舞う花びらみたい、キラキラしたビー玉みたい、夏に揺れる風鈴みたいって歌うからさ、カメラに向かってみんなでかげろうのように揺れていれば合うと思う。突っ立ったままでいいんだな。走らせずに済んで助かるよ。ああ、じゃあみんな等間隔に開いて。じゃ、スタート。揺れ続けんだよ！え？どれだけひらひら舞う花びらみたい、キラキラしたビー玉みたい、夏に揺れる風鈴みたいって歌い続けんだよ！え？いつまでひらひら舞う花びらで、キラキラしたビー玉で、夏に揺れる風鈴であり続ければいいんだよ！え？までひらひら舞う花びらでって理解しろよ。なんで同じ文言を一人ずつ言って回らなきゃならねえんだよ。過眠症地獄だ。過眠症地獄って何？知らねえよ。勢いでついて出てきたんだよ。いちいち食いついてくんなよ。過眠症地獄が続いてるよ。これぞ過眠症地獄。新しい地獄に陥れてくんな。味方味方、仲間仲間。いや、この曲って言えばここが一番の聴かせどころじゃん。聴かせどころでも、それはリスナーが勝手にリピート再生すればいいだけだろ。それを押し売りのように押し付けんなよ。シュールで面白かったのに。なんでシュールで面白いんがいいんだよ。色物バンドだと思われるだろ。シーズレジェンドの誇言に関わるだろ。わお、ユッキー、そこまで考えてくれてたんだ。さすがバンマスね。恥ずかしいだけだわ。曲しっとりしたの？シーズレジェンドで他にしっとりした曲ってあったか？ついにここであれをやるか。何かとっておきのがあるんですか？ああ、ユッキーだけしか知らないとっておきのバラードが一曲な。あん時歌ったあれかよ！私だって曲名すら知らねえぜ！あれはね、Before I Rise ってあの後つけたんだ。そんな曲があっただなんて。
二人には特別な一曲のようですね。まあな。そうだな。では出演はお二人だけの方がいいですね。せやな。うちらは邪魔もんみたいだ。見てるだけにしよう。じゃあさ、ユキ、私と一緒に座っててくれないか。え、いいけどよ。本当にあの時のようじゃねえか。うん、あの時のような気持ちになりたくてさ。これはすごいものが見られるかも。そうね。はよ結婚せえや。じゃあスタート。いやいや、そういう歌詞なだけだよ。本当ですか？せやったらええねんけど、なんか足に迫っててな。そういうのまでリアルに表現できてしまうのがルカさんのボーカリストとしての凄さかも。邪魔してごめんなさい。じゃあもう一回行くね。スタート。いやいや、そういう歌詞なだけだよ。もう泉が友人のヘビーな人生相談を受け取る絵にしか見えんようになってきたわ。それを言われたユキさんも一緒に落ちてる感じがしました。なんなら二人して心中してしまいそうだった。やめて、二人してどこにも行かないで。だから歌詞だよ、歌詞。座ってただけなのにどんな見られ方すんだよ。よし、これで撮影終了。やったー、無事クランクインね。インすんなよ、クランクアウト。アウトもすんなよ、クランクアップだわ。みんなお疲れ様、ご飯にしよう。六角形？いや、八角形あるで、この弁当箱。高級そうな木目の入った蓋。開けてみようぜ。これってすき焼きやないか。そんなのお弁当にできるの？食べたことある。これも人気なロケ弁の一つだったはず。今日頑張る力になってくれ。いただきます。いただきます。いただきます。ご飯まで味がしみしみでごっつうまい。焼いてある豆腐までも濃い味付け。どれだけ煮込んでたってぐらい。しいたけってこんなに美味しかったっけ。白滝もいい仕事してるじゃねえか。肉の脂の甘みがすごい。舌の上でトロットロに溶けていく。しかもそれが常温で。ハイテクノロジー。こうやって士気を高めてくれるん、めっちゃ助かるわ。ねえタマさん、メインコンピュータさんは再利用されて今もどこかで稼働中ってことはない？それは残念ながらありえません。
有能な AI だったんじゃないの？それが勝手にダミーシステムを使い始めまして。え？ AI がダミーシステム？はい、この私が艦長だと言って、その後も私に代わり忙しいふりをし続けてくれたんです。嘘だろ、人間じゃねえか。そうなんです、人間みたいに人間臭かったんです。音声でウィーって言うんです。それは動作上鳴る音でいちいち音声データで発する必要ねえじゃねえか。パンパンパンと黒幕のように無駄に食べた拍手もしてくるんです。そんな無駄なため AI が何のためにするんだよ。でもタマさんがそれを事実と言うなら信じざるを得ないし、出会えるのだとしたらすごく楽しみ。めっちゃ愉快な AI やないか。はよ会いたいわ。ええ、この私と頭脳勝負を申し込みたいわ。あれ、みんなの気がそっち行ってる。そんなキャラの方がウケん。そんな真似できん。そいつが見つかったら壊れてば。嫉妬すんなよ、それはそれで十分すげーよ。え、なんで自分の作ったプログラムの気持ちのフォローまでしねえといけねえんだよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。力湧いてきた。プロ野球好き探すぞ。やってるやないか。お願いします。探すのはプロトコルキーだからな。プロ野球好き見つけても何も進展しないからな。他と同じく随分錆びれてるみたいね。目的はプロトコルキーだ。起動用システムについてれば万々歳だな。時間もかかるだろうし、とっとと取り掛かろう。せやな。ルカ、習志野ドームでも語尾にヤンつけるやつに会うたで。嘘、流行り始めてるじゃん。ドームでそんなことが。もっと喜んでる場合じゃない。テーペリンコも浸透させなくちゃな。それは別。え、私としてはテーペリンコの方が大事だよ。テーペリンコは別。何イラついてるの？
デフェペリンコがイラつく言葉だから。その場を和ませる魔法の言葉だよ。実際イラついてる私がいる。それを無視するな。はたからは活気づいたように見えるけど、まあそういうところもルカらしいや。その通りですね。ほらユッキーは活気づいたし、みんなは和んでる。これからも行っていこうっと。いやあ、デフェペリンコは別。この大声でキャスターが寄ってくるかもしれないけど、来るなら来い。これでもいい音だ。快適しても貫き通す根性すごいな。見習うべきものがありますね。
険かも。スコタロ、完璧な勝利であったな。この格好も今日で最後か。おしゃれでかっこいいめぐみさんも今日でミオさん目似合うとったか。改めて言われるとなんか恥ずいわ。自分もフレッシュな社会人の候補生みたいでイケてるで。いやいやいや、ルカも相川もリクルートスーツ呼ばわりじゃねえか。それ褒め言葉になってねえからな。なんでやねん。
こんなちんまいのに借金の取り立て屋みたいに見えるよんか。そりゃお前だろ、こん中で一番取り立ててそうだよ、その着こなし。おい泉、なんだよ。よう気づいてくれた、それ意識してみたんや。褒め言葉だったのか、初めて知ったわ。どうする？配信で必要なし。役に立つのか。あれ？この部屋？箱みたいな機械が共産案な。これは？なんや、タマ。昔触っていたコンソールと似てます。ようやく見つかったか。あ、おタマさん。プロトコルキーがあるとしたら、おそらくここに。記憶にある形とちょっと違います。
ばらく私に調べさせてくれ。オッケー、私らは周辺警戒しておくよ。おたまさんはユッキーのフォローよろしく。頼んだ。了解です。結論から言えば、これはコテツマルのプロトコルキーじゃない、別のシステム用のプロトコルキーだな。あとここにあったのは起動システム部分だけだ。悪いがハードが全部揃ってねえから、コテツマルの再現は無理だ。そうですか。ただこのデータがあればコテツマルに対応したプロトコルキーの複製ができるかもしれない。記憶媒体を取り出して基地に戻ってから調査しよう。なんとか媒体だけ取り出せたよ。中身調べるんは基地に帰ってからか。ああ、そうなる。時間かかるんやろ？夜食の方は任せ。実はそいつも楽しみでやる気をいただいてるんだ。すげえ助かるぜ。いつも助けてもろとるんはこっちや。借りなんていくら返しても返したりは。お前とこんなことが言い合える日が来るとはな。でも成長できるんやな。人間らしくて悪ない。安心しろ、出会った時からお前が一番感情的で人間臭かったよ。またすごいレシピが見れるのかな。すごい、呼吸まで整えてる。うん、これはチャーハンおにぎりだよ。ほんまや、冷めとんのに本格的な中華の味する。アキばあさんの料理の腕すごいな。伝説のラーメンおにぎり。嘘やろ、その2つ共存するんか。行くで。え、そんなのおむすびにできるの？味の想像がつかない。でも美味しそう。まだまだ行くで。もう十分だよ、これ以上はきっと食べきれないよ。そうか、せやな、確かに。さっきユッキーとも笑い合ってたし、すごく今回気合入ってるね、めぐみ。そらそうや、どんな経験してきたと思う？そう、もう二度と会えへんと思っとった大切な人と会うてきたんや。え、まさか。大丈夫や、向こうは気づいてへん。こんな若い姿のままでおるなんて夢にも思わん。一方的やったかもしれん。せやけど伝えたいことを伝えることができた。そのおかげでうちはもう何も迷うことなく戦えるし、守ろう思えとる。今の玉もそない長い時間を隔てた奇跡の開口のチャンスを目の前にしとるんや。あんなちびっこいのにうちの伝承を肌身離さず持って、けなげに待っててくれたあいつがや。そんな絶対叶えさせたいやん。決まっとるやろ。そっか。その熱い気持ちは隣にいても感じてた。だったら早く届けてあげない？すまん、話し込んでもうた。戻るで。お、お疲れさん、これ食べ。ああ、ありがたくいただくよ。
んてサクッと済ますもんなのに、どんなクオリティでじっくり味わわせてくんだよ。こんな夜中にラーメン、罪悪感の塊ですが、おいしい。どうやらまた好評ね。やったね、めぐみ。喜ぶんはこれからや。プロトコルキーが複製できるかどうか次第や。確かに今まさにユキさんがハッキングによりそれを実行するところです。何に対するおーだよ。まだできてねえわ、途中だわ。いや本当にカタカタカタターンってやるんだなと思って。いいだろう別に、これが気持ちいいんだよ。司祭に見てくんなよ、プライベート覗かれてるみたいで恥ずかしいだろう。できた、ユキさん。ああ複製完了だ。おそらくこれで起動できるはずだ。やった泉、大喜利。それもまだ早い。プロトコルキーができただけだ。起動するには旧型のシステムが入った練習機が必要なんだぞ。でもそれって見つかったんじゃなかったっけ。ああ、軍の保管庫に収容されているはずだ。今日で作戦行動は終わりだし、次の休みにでも出撃して保管庫を探せば起動できるだろうよ。いや明日行く。はあ、どうやってだよ。今から司令官に直談判してくる。マジかよ。そんな、次の機会でいいです。赤い結晶回収も順調って司令官も言ってたし、今だけは特別な任務がないんだ。下手に機会を待って作戦行動が発令されたら暇なんかなくなる。それに3日間軍のために頑張ったんやから、それぐらいの許可出るやろ。仕方ねえな、ついてってやるよ。口滑らせたら全て水の泡だからな。じゃあ2人で行ってくる。ルカさん、ユキさん、コブーンを。ああ、吉報を待っててくれ。こんな夜遅くにどうしたの。司令官、頼みがあるんだ。横須賀港の掃討船がまだ完了してないから、明日も出撃させてもらえない。明日を休み扱いにしてもらっても構わないから。あら、どうして。司令部にとってもメリットのある話だろ。横須賀港は物流の要所だし、そこの掃討は海軍も望んでるはずだ。確かにそうね。分かったわ、明日の出撃を許可するわ。司令官、ありがとう。何を企んでるか知らないけど、無茶は禁物よ。了解であります。どうやった。バッチリ。探したい放題探して、起動したい放題起動してこいってさ。そこまで言われてたら逆に怖いわ。これで会えるで、タマ。はい。みんな疲れたろ。特にユッキーとタマさんは遅くまで頑張ってくれたし、明日のために今日はもう寝よう。そうさせてもらえると助かるよ。